撮影監督、ジェームズ・バン・トゥリーズと彼の新しいミッチェル・スタンダード、撮影機。東京物語撮影中の小津康二郎、原節子、中央ローアングルに据えられる、ミッチェル NC 型撮影機。ミッチェル撮影機は、かつて存在したアメリカ合衆国の撮影機の、製造企業、そしてその製品のラインである。1919年、同社の最初の撮影機は、 1917年にジョン・イ・レナードが設計、特許取得したもので、1920年、それはミッチェルスタンダード撮影機として知られることになる。優勢連動式の可変開角度シャッターとユニークなラックオーバー設計を備えたものであった。ミッチェル社はテクニカラー式の三式砲カメラのための機械部分を供給し、他の 65mm フィルムやビスタビジョン改造機を供給し、 後には、ノーマルスピードにも高速度撮影にもこらえうる、完全な 65mm フィルム用撮影機や、ビスタビジョン用撮影機を供給した。3頭付けの背景板式映写機は、テクニカラーの3式砲処理に発展した。ミッチェルピン登録処理映写機の初期の1台は、風と共にサリヌで使用された。シリアルナンバーは2番であった。このシステムは、 ブルーバックあるいはグリーンバック撮影と張り合える時代であった1990年代にも使用された。1953年3月、ジョージ・アルフレッド・ミッチェルは、ミッチェル撮影機の設計、開発及び映画撮影の分野における継続的、支配的な存在に対して、第25回アカデミー賞でアカデミー名誉賞を受賞している。米国でも、日本でも、 大型のミッチェル撮影機が愛用された。日本の小畜蒲田撮影所にミッチェル撮影機が導入されたのは1928年であった。ジャン・リュック・ゴダールは離れ離れに男性、女性ではアリフレックスと併用して、アルファビルではカメフレックスと併用して、万ジ会長、女は女であるではロケではカメフレックス、スタジオ撮影ではミッチェルを使用している。 女と男のいる歩道ではミッチェルだけで撮った。ベトナムから遠く離れての第6章カメラ愛でゴダールと共に登場するのがミッチェル撮影機である。オズヤスジローもミッチェル NC 型撮影機を愛用しており、2003年10月23日に発行されたオズヤスジロー生誕100年の記念切手映画監督青春の地はオズが ミッチェル撮影機と共に映る写真を80円切ッにデザインしている。1969年3月、ミッチェル社はトットォーと共に第41回アカデミー賞でアカデミー科学技術賞を受賞している。1985年、リー・インターナショナルに買収されて消滅した。ありがとうございます。